今日仙台青葉祭り協賛会が会見し、祭りの概要を発表しました。それによりますと、40回目となる今年の仙台青葉祭りは来月18日から2日間の開催で、メインのすずめ踊りには127グループおよそ3800人が参加し、祭りを盛り上げます。コロナ禍の影響で取りやめとなっていた一般の観客もすずめ踊りに参加できる総踊りが5年ぶりに復活します。また定禅寺通りに有料の桟敷席434席が19年ぶりに設置されることになりました。参加した皆様に心の底から楽しんでいただいて、そしてまた歴史、仙台の歴史に関する学びみたいなものを得ていただけるような、そんなお祭りにできればいいなというふうに思っています。協賛会では2日間で去年より3万人多いおよそ90万人の来場を見込んでいます。